では続きまして今日の特集をお伝えします。こちらご覧ください。三条市のですね、印刷会社が発売しましたこちらの本が今注目を集めているんですね、はい、で開いてみますとこのように、はい、次々とですね、はい、立体図形が飛び出してくるというものなんですね、はい、これは盲学校の教材としても活用されていますが出版にかけた思いを取材しました。新潟市中央区にある新潟盲学校、生徒たちが触っているのは立体図形が収められた起き上がる形本です。正六面体や三角錐など指先で角や辺などをなぞりながらイメージをつかみ、点字で書かれた名前で図形を覚えていきます。六角錐とかっていうのはあまり触ったことがなくて、やっぱり形をこう実際にこう触ることができて、まあいいですね。この本の著者、新潟市秋葉区の一級建築士、木原隆明さんです。目の不自由な人たちが積み木などを使い立体の勉強をしていることを知り、簡単に持ち運べる立体の教材があったら便利だと思い、この起き上がる形本を作りました。目の不自由な人たちっていうのは触って感じるわけですね。私はまあ実は紙一枚で作った立体的なものをですね、折りたためる手法で切り起こしという手法を使ってですね、折りたためるものの立体を作ってるものですから、じゃあこれまあ教材として使えるんじゃないのかなというふうには思ってましてね。建築会社で働く傍ら紙の建築士、ペーパーアーキテクトとして活動している木原さん、こだわっているのが1枚の紙から立体を作り上げる切り起こしという木原さんが編み出した技法です。切り起こしは1枚の紙に切り目を入れて作るため、飛び出す絵本と比べて閉じた時に厚みが出ずぴったりと閉じられるのが特徴です。また極力色はつけずに形そのものを楽しんでもらえるようにこだわっています。これまで木原さんは普通の紙を使って作品を作ってきましたが、教材として盲学校の生徒に触ってもらうためには強度の問題がありました。そこで木原さんが頼ったのが三条市にある印刷会社、あけま印刷所です。あけま印刷所ではこれまでも木原さんとチームを組み、開くと絵が飛び出す色紙など数多くの立体の商品を生み出してきました。見るのは簡単ですけれども、ミクロの世界までこれ実は研究して作ってるんですね。形本を作る上で課題となったのは2つ。触っても壊れないこと、そして本を開いた状態にした時180度開けるようにすることです。表面はやっぱり触るわけですから、視覚障害者の方が汚れても汚れを取れるようにしたいだとか、あるいは強度で、強度を持たせるってことは紙を厚くすれば強度を持つんですけれども、でも今度平らにすることができない、その逆のところがあるわけですね。そこで明間社長は強度と耐水性を兼ね備えた厚さ1ミリの特殊な紙を使用。そこに独自の技術で薄く切れ目を入れることで課題をクリアしました。研究を重ねて1年半、去年の8月にようやく第1弾の図形編が完成し、盲学校や図書館など23カ所に寄贈しました。そして今年3月には第2弾の発売を予定しています。2号は世界の有名建築編ということで、世界の有名建築を収納されています。ではその一部をご紹介しましょう。こちらはイタリアにあるピサの斜塔、斜めに立ちながら下から上まで同じ形を保つために隠れたところに補強を施しました。またこちらの日本の東京タワー、展望台の形を再現するために
中から糸で引っ張るようにしました。新潟らしい建物ということでビッグスワンも収録されています。屋根に丸みを持たせ本物そっくりに仕上げました。こうした建築物は試作段階ではビルの窓まで再現することも検討されましたが、目の見えない人たちにとっては邪魔になるとあえて余分なものは排除しました。これが全て3000分の1の縮尺率と表してありますので、さらに高い建物は縮尺を3000分の1で統一。そうすることで展開した時に高さを比べられるようにしました。新潟市にある新潟盲学校です。高等部の生徒に実際に有名建築編の形本に触れてもらいました。ここがなんか屋根みたいな、周りの初めて触る建築物に生徒たちも興味津々。凹凸のすべてに指をはわせ形を感じ取っていきます。今建てる空間は全部すべて3000分の1なので、縮小した大きさは皆同じ建物です。これとこれ両方ピラミッドっていうの、こっちはトランスアメリカ。目の不自由な人が建築物の形を知るためには模型などに実際に触れてみるしかありませんが、これまでは教材がありませんでした。しかしこうして形本ができたことで多くの建築物に気軽に触れられるようになったのです。東京タワーとか新潟スタジアムっていうのは聞いたことがありましたけど、やっぱり形を触るっていうのはなかなかできなかったので良かったなって思いました。高さ比べられるのも面白いし、あと形もいろいろ面白いですね。高い建物もあれば低い建物もあって、まあ細、まあ特にこのなんだろう、これだけはこう細長くて上になんかアンテナみたいなのがこう出てるようなもんも ありました。起き上がる形本の著者で建築士の木原隆明さんです。木原さんは今後は動物編などさまざまな形本を発行していきたいと考えています。私が作っている作品というのは別に建築に限っているわけではありませんので、まあ、動物説とか、ね、まあ、大げさに言えば神羅万象何でもこう立体で表現できるものはですね、全て取り上げて作っていきたいというふうに思ってます。木原さんの切り起こしの技法と明間印刷所の紙の加工技術が出会ったことにより完成した起き上がる形本、目の不自由な人たちだけではなく、これから多くの人たちが触れて楽しむ本になっていきそうです。麦とホップが新しくなったそうですよ。